こんにちは、アスカです。今回はですね、ちょっと新しい企画なんですけど、私のね、ツイッターなんですけど、このツイッターのツイートをね、なんとなくこうまったりと説明していこうかなっていう企画です。こういうのね、初めてやるんですけど、ずっと多分ね、喋ってるだけになるんですけど、なんかね、ラジオみたいなね、キャスみたいなね、なんかそんな感覚で聞いててもらえたら嬉しいです。で、まずね、これどっからね、やろうかなと思って、本当にね、キリがないんですけど、とりあえず今年の元旦のツイートからにしようかなと思って、とりあえずこっから始めます。これはですね、都庁なんですけど、ブルー、都庁ってね、ライトアップでね、結構ね、いろんな色に変わるんですけど、今回このブルーとね、イエローで、ウクライナカラーになってますね。で、正月なので、職員がね、ほとんどね、多分いないと思う。この辺りしか天気がついてないんで、結構レアなね、写真かなと思ってツイートしました。で、これは、ちょっとね、高級なお寿司屋さんなんですけど、明日からね、仕事頑張るぞっていう意味で、1月4日ですね、ツイートしました。これはですね、ほんとね、なんかこう年末年始ってクリスマスからもずーっとさ、続いてるでしょ？ケーキ食べたり、お酒飲んだり、美味しいもの食べたり、で、しかもあんまり運動もしないし、毎年ですね、1、2キロ絶対太るんですよ。で、そのツケをね、返したいと思ってるんですけど、でも実際まだね、返しきれてないんですね。ちなみにこれはね、お台場で撮った写真です。これはね、V とね、この区の反対で、まあ本当にくだらないね、ツイートなんですけど、これはですね、これ見えるのかな？これ河口湖の紅葉を見に行った時の写真ですね。本当ね、ここ綺麗なとこでしたね。これはですね、これも、みなとみらいなんですけど、みなと、この日はね、ちょっと JK っぽいコスで、自撮りしてたんですけど、この後ろに人がいるでしょ？あの人がね、ずーっと見てて、ちょっと気になってたんですけど、有名な YouTuber の方ですよね、とかって言われて、誰と勘違いしてるんだろうって。こんなとこ、まあ、しかもね、まあ、この日はね、ちょっと一眼、これ一眼で撮ってるんですけど、あと三脚とかも用意してて、なんとなくこう本格的に撮ってるような感じはあったんですけど、でもね、自撮りしてる、こんなとこで自撮りしてる YouTuber って、誰と勘違いしてるのかなって、ちょっとね、笑っちゃいましたね。これはね、どこだったか、日本橋の、三越かな？オメガのね、ブースがあって、すごい可愛いね。椅子とね、飾り付けがあったんで、まず写真撮っちゃいました。これはですね、クロミちゃんってウサギさんだって知ってた？って。クロミちゃんってこれね、あんまり知らないと思うんですけど、マイメロちゃんは、普通にウサギのキャラなんですけど、クロミちゃんってね、マイメロちゃんのライバルで一応ウサギなんですよ。だからね、今年ウサギ年なんで、ちょっとね、クロミちゃんのね、カチューシャをかぶった写真をツイートしてみました。これ全然過去画なんですけどね。これもね、ピューロの前ですね、クロミ端子ってね、もうめちゃくちゃほら、薄着でしょ。思いっきり過去があってわかるんですけど、これはね、ちょっと笑っちゃうんですけどね、
川口湖に紅葉を見に行った時の写真なんですけど、よく見るとね、ちょこっとだけね、なんかチャック開いてて、多分言わなきゃね、バレないかなっていうレベルなんですけど、バズっちゃいましたね。これはもう思いっきり過去化ですね。シーパラのメイン水槽の前かな。水族館でね、すごい好きなんですよ。もうね、魚ぼーっと見てるだけで癒されるし、あと屋内だからね、なんかもういつの季節に行っても快適だし、風もないし、あとね、このシーパラよく行きますね。これも同じ場所なんですけど、あ、そうそう、このね、クッピーっていう魚をね、昔飼ってたんですけど、このクッピーってね、オスがね、メスはね、すごい地味なんですけど、オスがね、なんかもうヒレがね、ひらひら、ほんとにね、ロングスカート履いてるみたいに、すごい可愛くって、昔飼ってたことがありましたね。でも熱帯魚なので、結構ね、このヒーター、使ったりね、管理がちょっと大変だったんですけど、昔飼ってたことがありましたね。これはね、風が強すぎて、まあ多分ね、次の日にね、天気予報、あ、次の日じゃない、この日か、風強い日でしたね。なんかね、ありましたね。これワープゾーンって書いてあるのは、これ夜の夜っていうね、横浜のイルミネーションなんですけど、なんかね、アートイルミネーションっていうみたいなんですけど、これ上の写真も一緒ですね。なんかこのね、この形がなんかワープゾーンっぽいなっていうのと、あとね、これ一眼で撮ってるんですけど、すごいね、めちゃくちゃスローシャッターでね、2秒ぐらい撮ってるのかな。なんかこの後ろの人もね、結構ブレてる。こっちの人は、まあ、あんまり動いてないのでブレてないんですけど、私自身も結構ブレてますしね。なんかこんな写真撮って遊んでました。これもね、スローシャッターのね、写真ですね。もうなんか吸い込まれてくみたいな感じで面白いでしょ。で、これなんかね、テーマがなんか確かね、グローとかって進化とかっていうテーマなんですけど、あんまりね、この場所はね、去年と変わってなかったから、あんまり進化を感じなかったですね。他のとこ行ってないのでちょっとわからないんですけど、結構ね、この港未来、いろんなとこにね、この夜の夜イルミネーション結構 ありましたね。もう終わっちゃったんですけどね。これ朝顔って冬に咲くの？これね、これもね、みなとみらい、どこだったかな、うんとね、ゾウの花地区かな、面白い名前。なんかね、ゾウの花の由来がね、なんかね、防波堤みたいなのが、ちょっとね、象の鼻に似てるよっていうので、なんか象の鼻っていう地区みたいな感じでね、名前がついてるんですけど、面白いですよね。これがね、そこで写真撮ってた時に見つけたんですけど、朝顔がね、咲いてたんですよ。これもね、11月頃の写真かな。まだ結構薄着なのでね、そこまで寒くはなかったんですけど、でもね、こんな時期に朝顔咲いてるってびっくりしましたね。これはね、マダムタッソーっていう、お台場にあるね、ろう人形館、有名人のフィギュアが見れるところなんですけど、このね、イギリス皇室のね、イギリス王室の隣の、なんかこう、豪華な椅子ですね。うん、ロイヤルファミリー気分でね、足組んでね、座ってますけどね、すごい椅子ですよね。
これは露天風呂の男の子って書いてありますけど、これショート動画もね、確か YouTube にも上げてるんですけど、ちょっと露天風呂に入った日ですね。これも同じ日なんですけど、同じ日かな、同じ日だね。これもね、誰でもトイレってのはなんかね、最近多くなってきましたけど、誰でもお風呂って、まあ要は混浴ってことですよね。ほとんどないので、まあ、水着をね、着るのはもちろんしょうがないんですけど、女装してると、男風呂も女風呂も入れないじゃないですか。でもこういう混浴のとこだと、水着着て入れるので、お風呂好きなんでね、嬉しいんですよね。もっと増やしてほしいなって思いました。これは何だろうね。確かね、これなんか新年会かなんかあって、結構ね、前日にね、お酒結構飲んでてね、二日酔い気味で、この写真は全然違う写真なんですけど、ちょっとね、二日酔い気味の日でしたね。これノイキャンが強すぎて全然見過ごし、これね、年末に買ったんですけど、なんかね、坊主のね、クワイエットコンフォートイヤーバス2かなっていう、なんかね、ワイヤレスイヤホンがあるんですけど、それがね、もうノイズキャンセリング性能がすごすぎて、今までもね、なんとかね、このノイキャンのね、ヘッドホンとかね、結構持ってたんですけど、その中でも一番すごいですね。本当にね、最強にすると周りの音が全然聞こえなくて、電車の音って結構うるさいじゃないですか。それがね、もう下向いてたらば前に電車来てるのが全然気づかなくて、なんか一本乗り過ごしたっていう話なんですけど、笑っちゃいますよね。で、これがですね、これもね、マダム・タッソーのなんか最後の方にあったんですけど、これ歴代のね、ビビの雑誌がファッション誌なんですけど、全部並んでるんですよ。昔よくね、買ってたんで、懐かしい表紙がね、このアムロちゃんのとかね、もう結構覚えてる。この辺も覚えてるしね。結構覚えてるのいっぱいあるんですよね。ビビって、この辺りのなんかね、ファッション誌ってこう、ビビとかキャンキャンとか、JJ とか、レイとかね、なんかいろいろあるんですけど、このビビはね、ちょっとね、ギャルっぽい感じ、個性的な服が多かったので、よく読んでましたね。キャンキャンとかね、可愛い系とかね、綺麗系とか、OL さんがよく見るような感じだったかなって思ってます。思ってますとか言ってどっちも読んでましたけど、でもね、このビビリの方がよく読んでたかな。これもね、インスタの写真置き場、 YouTube 動画置き場、ブログ日記で、 Twitter 大喜利みたいなね。またね、ツイッターってなんかこう、とりあえずね、あげる写真っていくらでもあるんですよ。私写真撮ってもね、大体そのまま送らいにするパターンが多いので、結構ね、どこにもあげてない写真っていっぱいあるんですけど、なんかね、一言書かなきゃいけないじゃないですか。なんて書こうかなって、いつもね、ツイッターで悩むんですけどね。ダルビッシュ ユーさんは、これもね、190センチくらいね、ダルビッシュ選手は190センチ以上あるのよ。私なんかも子供みたいに見えるでしょ。面白い写真ですよね。これはもうね、ショート動画と一緒ですね。 YouTube に上げてる、多分ショート動画と一緒かな。露天風呂入ってる写真、動画ですね。これね、なんかね、あゆの新曲で、
ちょっとね、これも賛否両論あるんですけど、熊本プロレスさんっていう芸人の方がね、あの PV で出ててですね、出演されてて、でなんかこう曲に合ってないとかですね、なんかいろんな意見があったんですけど、でもね、このあゆってね、サザンのね、桑田佳祐さんすごいね尊敬してるんですよ。でね、ふっと思ったのが、桑田さんってね、なんかこうプロレスすごい大好きで、なんかね、こう別名もね、コーダ、これなんかね、コカ・コーラからね、もじってるみたいなんですけど、なんかそんなね、感じで、この奇想天外な発想がなんかね、つながってるのかなっていう意味で、ちょっとね、ツイートしてみました。このミス・ブランニュー・デイのね、PV はね、YouTube で調べると出てくるんですけど、全然ね、ほんと曲に合ってないんですよ。面白いんでね、よかったらね、ちょっと見てみてください。これはね、グッドモーニング。これはどこだったか、どっかのホテルだな。あ、これはね、葛西臨海公園の中にあるね、ホテルですね。たまに使います。赤いお家って書いてあるのは、これはね、まあ、多分ね、東京に住んでる人はね、みんなすぐわかると思うんですけど、新宿のね、アイランドタワーにある、有名なね、このラブのオンプチェですが、ここに出てるか。後ろから見てるのでちょっと反転してるんですけど、この有名なね、ラブのオンプチェの前なんですけど、これ実はね、世界中にあるんですよ。なんか、ラブ&ピース。ラブ&ピースの意味があるのかな？なんかね、ロバート・インディアナさんっていうね、芸術家が作ったみたいなんですけど、いろんなところにあるみたいですね。これは、ピュアの前なんですけど、みんなね、ピューロから出てきて、ピューロのね、前をバックにね、この橋の上で自撮りをしてるんですけど、私もいつもね、ここでね、自撮りをしてますね。で、このね、ヒョウ柄のトートバッグ、ね、結構お気に入りで、ケイト・スペードのね、トートバッグなんですけど、結構最近お気に入りです。基本的にヒョウ柄好きなんですけど、なんかね、この組み合わせがいいかな。これはもうさっきと同じお風呂ですね。ちょっと違う日なので水着も変わってるんですけど、これはね、500光年離れてるベテルギウスから地球を見たな。桶狭間の戦いが見えるんだね。これはあんまりね、どうしようかな。これ、フジテレビのね、前なんですけど、ここでね、なんとなく星を眺めてるようなね、写真、実際見てないんですけど、でもね、ここが明るいので、東京だし、あんまり星なんて見えないんですけど、でも500光年離れてると500年前の光がやっと届くじゃないですか。で、500年前って、まあ、桶狭間の戦いぐらいかなって、実際もうちょっと前かもしれないですけど、なんかね、昔からなんかね、星眺めてるね、なんか不思議な子でしたね。これはね、なんかね、次の日かなんかすっごい寒い天気予報で、ここがね、フジテレビかな、こうやって、お台場のね、デックス東京ビーチ前のね、とこなんですけど、これ全然違う日なんですけどね。
でね、これが、なんだ？ワイン風呂？ワイン風呂ね。こっちがね、日本酒のお風呂かな？なんかお酒のお風呂ってね、体にいいのかどうかよくわからないんですけど。でも面白いですよね。ここはね、お風呂だけど、別に写真とかね、もちろん自撮りも OK なので、他の人をね、なるべく映り込まないように撮ってるんですけど、ここで撮ったね、自撮りのね、写真とかね、動画結構ありますね。これはマリンウォークの、横浜のね、マリンウォーク。ここにね、遠くに見えるのか、赤レンガ倉庫なんですけど、このね、移動式バーっていうのかな？これなんか日本初みたいなんですけど、これね、行くたんびにね、こう見るんですけどね、いつも開いてないんですよ。中覗くとね、お酒とか見えるんですけど、開いてたらね、なんか一回利用してみようかなと思ったんですけど、残念ながらね、一回もね、それに巡り合ったことがないんですね。これピアノなんですけど、このマイメロちゃんとのね、グリーティング。この日はね、なんかマイメロちゃん会えたんですけど、同じカチューシャしてて可愛いでしょ？でね、この14ミリの一眼を持ってたんですけど、1枚か2枚写真を撮ってもらえるんですけど、スマホだとね、あんまりいい写真撮れないんで、このね、14ミリのカメラ渡したんです。結構ね、これ難しいんですよ。広角なんで、超広角なので。近づいてね、撮らないといけないんですけど、なかなかうまく撮ってくれましたね。ちょうどね、顔もね、真ん中くらいに入ってて、で、足長効果でね、うまいですよね。マイメロちゃんもいい位置だしね、さすがですね。これ八景島ですね。八景島のイルミ。加古川ですね、これもね。これね、横浜のね、赤レンガ倉庫の前で、お芋万博ってね、やってたんですけど、行きたかったんですけどね、行けなかったんですよね。これちょっと仕事が忙しくて。あ、そうそう、お芋万博って、お芋万博で思い出したの。焼き芋屋さんって最近見ないですよね。なんか昔ね、ちっちゃい時買った記憶があるんですけど、なんか数年前に一回ね、なんか、あ、焼き芋屋さんだと思って買いに行ったのが、なんかね、2本で3000円とかね、すごいなんかね、ぼったくりのね、金額やめて、結局買わなかったことがありましたけどね、最近全然見なくなりましたね。これもピューロの前なんですけど、このセーラー服ね、すごいね、好きでね、気に入ってるんです。形もね、色もね、可愛いのでね、結構気に入ってます。これはですね、そうそう、この、地毛なんですけど、なんかね、この、昔あったこの、花火の煙玉似てるなと思って、でそれをね、なんかね、ツイートした後に、なんか実はこのアップルのロゴにも似てるなっていうね、すっごいくだらないツイートです。プリクラ前のメイク直し、そうそう、これね、ゲームセンターでプリクラの前に大体こういうドレッサーがあってメイク直しできるじゃないですか。これも動画なんですけど、でもね、女装してね、こんなね、制服着て、マイメロちゃんのね、カチューシャとかかぶってると結構恥ずかしいんですよ。だからね、この日はね、ほんと JK にね、なりきってね、頑張ってね、メイク直ししてました。
これ結構ね、好きな写真なんですけど、でも過去画なんですけど、逆光でね、結構好きなんで、これね、河口湖の前のね、公園みたいなとこですね。これもピューロですけど、ちょっとね、茶髪っぽいね、足組んでね、ルーズでね、ちょっとふてくされてますけど、茶髪ギャルになってみました。これ同じ日ですね。これ、ね、確かショート動画も上がってるので、よかったら見てください。このね、雪だるまみたいなのね、本当ね、この自宅で撮ってるんですけど、ね、このもこもこ着てるとね、すっごいあったかいんですよね。これもちょっとね、これも同じかな。これもね、さっきのゲームセンターのアプリクラを撮る前のね、大きな鏡ですね。鏡、全身映る鏡があると、なんか自撮りしたくなりますよね。これは YouTube、 ショート動画上がってますけど、これ山下公園なんですけど、風がね、めちゃくちゃ強い日で、もうね、こうやって頻繁にね、ブラッシングしてたんですけど、風でね、一気にボサボサになる。すごいね、風に弱いのでね。ウィッグはダメですね、ほんとね、風が強い日は。これはさっきのね、もこもこですね。このね、ゆうみちゃんはね、これ山梨のね、TA の方なんですけど、この TA っていうのはね、チームあゆのね、略で、あゆのね、ファンクラブの名前なんですけど、同じあゆファンなんで、仲良くしてもらってるんですけど、このてててて TV っていうね、これ残念ながら東京だとちょっと見れなかったんですけど、ここに出演した時のね、ツイートですね。これはね、109のね、2階かなかなんかなんですけど、外の通りも、これも渋谷の通りなんですけど、文化村通りだったかな。ここにいる時にね、これすりガラスってもう重要だなって初めて気づきましたね。一人ファッションショー、これも YouTube にね、動画上がってるので、よかったら見てください。これも風の強い日ですね。手でね、一生懸命押さえてるんですけど、髪の毛もボサボサですね。この薄い紫のね、トップスね、これも結構ね、気に入ってね、買ったんですけど、時代系とかね、量産系とかのコーデするときにぴったりですね。今度ピューロに着てこっかな。これなんかね、 B 面っぽい A 面、あ、これ地毛なんですけど、なんかちょっとね、地毛だとちょっと B 面っぽくなりますね。これはね、原宿の竹下通りのね、空戸の横の通りなんですけど、この空戸の横の通りはね、ほんとね、この後ろがね、もう背景がいいのでね、自撮りにすごいね、最適なんですよ。このプリーツスカート可愛いでしょ。このね、スカートね、気に入ってるんです。結構これ動画バージョンですね。 YouTube にね、動画上がってるんで、よかったらこれも見てください。おはようございます。今日も頑張りましょう。これもね、横浜のね、風が強い日の写真ですね。これはね、ここにちょっと見えないかな、見えるかな、
ガンダムファクトリーって書いてあるんですけど、お台場にもねガンダム いますけど、ここのね横浜のねガンダム初めて見に行ったんですよ。ね、これどこだったかな、どっかね動画あげたんですけどね、まあいいやこれでもね近くまで行けるんですよね、すごいね。これでも本当はねこの中にお金払って中に入るとこの上まで登れるみたいなんですけど、私そこまでねガンダムファンじゃないので、とりあえず外から一回見てみました。いつかね機会があったら中に入ってみたいなって思います。マスクはねここにかける人、車を運転するときにマスクを置く場所ってねいつも悩むんですけど、大体ここにね引っ掛けてますねここはですね、あのね山下林間線のねプロムナードのこのね遊歩道のね下なんです、高架灯の下なんですけど、ここもなんかシュールな雰囲気でね、すごい写真撮るのにねすごいいい場所なんですよね。夜もねすごい雰囲気いいし、で雪なんか降ったらもっと素敵だろうなと思ってツイートしました。ルフィじゃなくてアノニマス、これはねなんかねアノニマスになんか顔がちょっと似てるなと思ってツイートしたんですけど、あまり伝わんなかったですねこれは横浜のこの前の風が強い日ですね。あそうだ、このこれだ、ここの中にね動画がね確かね、そうそうこれ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 ほら上の方にね人がいっぱい登ってるんでしょ、結構ねでも外からでもね結構近くまで行けるんでね、そこまでファンじゃない人はこの辺りから見ててもいいかなって思います。手が動くすごいですよね。これはねピュードのね中なのに子供が乗るね乗り物なんですけど、このバスもね東京タワーで降りればいいんですけど、その先がねもうどこだかよくわからないところに連れて行かれるっていうねツイツイートです。これをまあこのピューロのね入り口入ったとこなんですけど、全然人がねいないように見えるでしょ、たまたまね人がね少ない時にね撮れたんですけど、この何秒後かにはねここ結構人がいっぱい増えてきて人だらけになっちゃったんですけど、すごいねなんか自分の中でね人がいないようなね貸し切りみたいな感じの写真なのでねちょっと上げてみました。ルーズはね履いてるんですけど、今季はでもねまだ流行ってるのでいいんですけど、来季はどうなのかなちょっとわかんないですね。この Y2K ファッション最近流行ってるんで、よくルーズ履いてるんですけど、でもね結構履いてるとねこう落ちてくるんですよね。昔はソックタッチってあったんですけど、今はねちょっとよく見ないので、両面テープで留めるか、もしくはね中にハイソかなんか履いて内側から安全ピンとかで留めると落ちてこないんですけど、結構ルーズはね苦労しますよね。チャット GPT これねすごいですよね。これね Google 検索で横浜とシンボル検索すると、え
たいね、この横浜のシンボルタワーみたいなのが出てくるんですよ。で、この横浜と、このシンボルっていう、このキーワードがあって多分出てくると思うんですけど、あんまりシンボルじゃないですよね。あんまり横浜のシンボルはって言ってシンボルタワーっていう人はね、多分いないと思うんですけど、このチャット GPT さんのね、すごいですよね。横浜市のシンボルマークとしては、横浜マリンタワーや館内などがありますみたいなね。他にもいろいろ書いてあって、ほんと的確な答えですよね。で、面白いのでもう一個聞いてみたんですけど、女装する人をどう思いますかって。そしたらまあ私は人工知能モデルであり、感情や個人的な見解を持たないため、女装する人に対して肯定的、否定的な意見はありませんみたいな。でも一つ言えることは、なんかこうね、自分自身を表現する方法は大事ですよみたいなね、なんかこう好きな服を着ましょうみたいな感じなんですよ。嬉しいじゃないですか。今までやっぱね、検索をするときに Google とね、検索で調べると大体上の方にね、広告が出てきて、で、あとはこう SEO 対策してあるようなサイトとかが上位に出てきて、必ずしも上の方が正しい情報ってわけじゃないじゃないですか。でもこのチャット GPT がね、結構ね、的確なね、回答が返ってくるので、ほんとね、今後ね、Google のね、検索が一番っていうね、ことはなくなるんじゃないかな。近い将来ね、このチャット GPT でね、検索する人がね、多分、増えるんじゃないかな、思ってます。そう、Google 時代終わったって書いてあるんですけど、Google だから Google って言うんですけど、チャット GPT って何て言うんでしょうね。チャット GPT?ジル?なんか、長いしかっこ悪いじゃない?ジピルとかね。なんて言うんでしょうね。で、Google もね、さすがにこれはもうやばいっていうので、このバードっていうね、あの、今、頑張って開発してるんですけど、バードって鳥は BIRD じゃないですか。このバードとか何の略だかちょっとね、忘れちゃったんですけど、ほんとね、このチャット GPT vs バードのね、戦いがね、今後ほんとに楽しみですね。このバードにもね、女装する人をどう思いますかって聞いてみたいですね。で、これはまあ、チャット GPT とは関係ないんですけど、こう最近流行りのね、アニメ化してくれるね、アプリで遊んでみたんですけど、めちゃくちゃね、的確に捉えてる。こっちのね、制服のリボンの、この右側は、ちょっとね、はみ出てるのも同じだし、こっちが入ってるんでしょ?手の位置とかね。指も4本、小指が隠れてるのもなんか合ってるし、分け目も合ってるし、制服の形も合ってるし、これ枝がなんかこうね、なんかこう亀裂みたいになってるんですけど、この壁の模様とかね、すごいですよね。ほんとね、近い将来、これは静止画なんですけど、動画でね、なんかアニメ化してくれて、でこう自動的になんかセリフとかね、つけてくれたりして、勝手にね、自撮りしてる適当ななんか動画を渡すだけで、なんか楽しいストーリーに変換してくれるみたいなね。なんかそんな機能のアプリもね、本当に近い将来出そうなので、楽しみですけど、でも怖いですよね。なんかもう人が作ったんじゃないのに、本当になんかもう AI 監督のアカデミー賞みたいなね。なんかそんな世界が、なんか来ると楽しみだけど怖いなっていう、なんかそんな気がしますね。あ、これはもうね、今
あげたね、ツイートなんですけど、今日バレンタインデーなんで、これもピノね、まあ、もちろんこれ過去化なんですけど、あのね、ピエロでモン吉にね、ピノを見せた時の写真なんですけど、ちょっとね、面白いんで、ツイートしてみました。こんな感じなんですよね。これ最後か。なんかね、どうなのかな、ちょっと長かったんですけど、よかったら感想もらえたら嬉しいです。またね、なんかこんな感じの雑談をやってみようかなと思うので、よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。